皆さんこんにちは、テーラーグレイスの東春です。今日はですね、ちょっとお店を飛び出してとある場所に来ています。お邪魔してます。よろしくお願いします。まずはですね、自己紹介をしていただきたいと思います。はい、はい、皆さんこんにちは、ビジーデザインの新谷と申します。メンズのファッションスタイリストと、こういった商品のバイングをやっております。新谷さんです。実はですね、私もう知り合ってどれぐらい1年ぐらいになりますかね。そうですね、はい、事務所って言っていいのかなっていうぐらいおしゃれなんですけど、いつか行きたいなってずっと思っていて、それがようやく今日本当にお忙しい中お時間取っていただいて実現したので、今日はですね、いろいろお話を聞いていきたいなと思ってるんですけど、まずショップのようなこの場所なんですけど、スタイリングを主にされてる方なので、もうプロですよ、言ったら。この自分で買い付けてきたものたちを、小物から服、もうあらゆるものを使って男性、女性をトータルコーディネートしてくれる方を持った方なんですよ。もともと本当新谷さんもおしゃれな方なんですけど、テーラーグレイスでこんなおしゃれな方にお伺いしいんですけど、スーツを作っていただいたりしてですね、ダブルのね、シンプルに黒のスーツを作ってもらったんですけど、新谷さんなりにおしゃれにこうコーディネートしていただいたりとか、それを発信してもらったりとかで、すごくありがたいなと思ってるんですけど、単純に今日は私が夢のような感じなんですけど、コーディネートしてもらったらどうなるんだろうみたいな、ちょっと冒険もしていただけたら嬉しいなと思ってるんですけど、いいですか。恐縮でございます。本当にいろんなことをされてる方なので、ちょっとお仕事の話聞かせてもらっていいですか。あ、はい、はい、この間もあれですよね、韓国に買い付けに行ってましたよね。はい、自分で行くんですよね。そうですね、はい、きっかけはインスタグラムでたまたま見た一つのアイテムがある、はい、それを販売したいって思って、Google マップで調べました。すごくないですか。住所載ってなかったんですよ。周りの風景とかを、多分この辺だろうな。もはや怖い。すごい。多分ここだろうっていうところに直接行って、From Japan って言いました。いや、ありえないなって思う感じなんですけど、実際にそれが実現して形になって、お仕事トリッキースタートして。今それを販売しているっていう。そうですね。とにかくなんていうんですか、自分で仕入れてそれを販売するっていうの、セレクトショップみたいな。そうですね。うん、近いかもですね。で、こととかをやっていきたいなとかって思ってる方たちにはすごく勇気ある言葉だと思うんですけど。そうですね。僕ももともとコミジアンで前に出るのが苦手だったんですけど、前に出ることの大事さっていうのを学んで、それをちょっと実践していくうちに、日頃の行動もちょっとずつ変わっていったっていう。意外とこう見えて素直な。いや、すごい素直な方だと思います。そこからいろいろ自分がやっていく中で、やりたいことっていうのがもう確実にこうこれっていうのがもう決まってたので、それをする上で必要不可欠な案件というか、大事なとこだったっていうか、服は安くていくらでも買えると思うんですよ。けどバッグってなると、なかなか安くそうですね、ましてやこう人が使ってた形崩れしたようなバッグをやっぱ何万も出して買うぐらいだったら、サラリーマン自体もやっぱ僕もあったんで、その1ヶ月のお小遣いで買えた方がいろんなファッションも楽しめるし、そうですね、他に使えるお金も出てきたりとかですね。そうです。僕もセレクトショップで一時期バッグ買ってた時って、半年1年お金を貯めてそのバッグ買って、でも1年間服買えなかったっていう時期もあったんで、それがちょっとすごい残念だったんですね。もっと楽しみ方あったんじゃないかなって今でこそ思うんですね。そういうふうに苦労してる方々とか、悩み持たれてる方に楽しんでいただけるお店っていうのを作りたくて、インスタもされてるんですけど、そのインスタがまずおしゃれで、それを見てそのコーディネートを参考にさせていただきたいなって思ってる方絶対たくさんいると思うんですよ。特に男性はもうぜひ見ていただきたいんですけど、ファッションセンスだけじゃなくてコーディネートだったりとか見せ方とかいろんなことが詰まってて、教科書のような感じになってる。もうだからそれだけですごく興味が湧くと思うし、で実際にここに来ると本当に今一部です、こう見えてるの。
T シャツとかもいっぱいあったり、ここの中にはもう本当にウォークインクローゼットの中びっしり服が詰まってて、この中で私をどう変身させてもらえるんだろうみたいなワクワク感を持って来られる方とかもいると思うし、特にファッションってお手本はあるんでしょうけど、それが例えば雑誌に載ってるこのファッションが私には合わないかもしれないけど、それをわからない人は絶対そのまま真似しちゃうわけですよね。美容室に行ってこの髪にしてくださいとか、失敗しちゃうケースとかもやっぱあると思うので、本当に自分にはどういったものが合うんだろうとか、スーツ買いに来られるお客様でも割と自分のイメージが定まってない方とかってすごくやっぱ悩まれるし、でもそれをどうアドバイスしてもらえるかとか、不安な気持ちもありながら待ってる方っていると思うんですよ。だからね、それをこうやってこんなに優しそうなそしておしゃれな新谷さんに全てをねお任せして、かっこよくおしゃれに仕上げてもらえるっていう夢のような多分ことだと思うんですよ、うん、でも芸能人とかアーティストさんだったらね、専属のスタイリストさんがついて当たり前のようにかっこよく綺麗に見せてもらえるんですけど、一般の方たちはねそういうチャンスってなかなかないから、それを一般の方向けに時間と場所を取ってくれている、作ってくれているっていう方がいるっていうのは、知るのと知らないのとではね違う気がします。どういったお客様が多いですか、お客さんとか。まあ、本当に何来ていいかわからないっていう人がまず一番多いのと、ね、あとは結婚相談所に通われてる男性さんだったりとか、はい、あとはその経営者の方っていうのも普段スーツなんで、うんうん、いざ私服になると俺何着たらいいんだろうっていう、いるスーツの時はかっこいいけどなんで私服ってなるっていうとかいますよね、うん、新米パパ、ほう、幼稚園行きますってなった時に、はい、着ていく服がわからないので、とりあえずスーツ着ていけみたいなとこがあるんですけど、だいたいこう地味な感じにこう揃ってあるんですよ、うんうんうん、でもやっぱそこにちょっとこじゃれたパパがいると、うん、うちのパパっていやそうですよね、うちの娘もやってくれてて、あ、それがやっぱすごい嬉しかったですね、うん、子供からしたら重要ですよね、あのいろんな方たちが集まる場所でどれだけパパとママがかっこよく綺麗にいてほしいか、わかります、わかります。顔はね、ちょっと僕はどうしようもないですけど、いやいや、そんなことないです。服でね、こう、うん、印象とかイメージって変えれるもんで、そうですね、うん、周りからの見られ方とかね、やっぱり聞いてように応じて、やっぱり、ね、そういったものも人の見られ方としてね、大事な、うん、ところだったりすると思うので、お仕事の時はかっこよくね、もちろんいてもらいたいっていう思いもあるけどね、現実もやっぱりかっこいいパパでいてほしいですね。やっぱり多いですね。そうですね、今でこそ6対4ぐらいですけど、もともとは100ゼロで男性でした。ああ、そうなんですね。ここに来るきっかけっていうのは何がきっかけが多いですか。多いのは紹介がやっぱり一番多かったんですけど、口コミに勝るものはないんです。そうですね、絶対的な信頼度というか、はい、うん、あとはそのインスタグラムから DM が来たりとか、やっぱり、はい、ただ予約制にしてるのでじっくり見てもらいたい、ゆっくりこう考えてもらいたいっていうのと、あとお金をかけてほしくないっていうのがあるんですよ。だからできるだけこう持ってるアイテムを生かして、で足りないところを安く補えればより違うものに使えたりするじゃないですか、はい、例えば家族でご飯食べたりとか。そうですね、一つのアイテムでワンパターンで終わってしまうのはもったいないですよね。そうなんですよ。おしゃれな方とかは何もね人の手を借りずにいろんなコーディネートを楽しみながらできるんでしょうけど、やっぱ悩んじゃう方はね難しいですもんね。誰かにね、でもなかなかやっぱり聞けなかったりとかね。そうですね。おしゃれなお友達を連れて一緒にショッピングに行くみたいな男の子たちの話の中でそういうのは聞いたことありますけど、そこをねプロに見立ててもらうとどうなるかっていうのはやっぱり知るか知らないのとね違うと思う。そうですね、うん、自分を知るためにも自分の伸びしろを見てみたい方とかはいいかもしれないですね。そうですね、型にはまっちゃってる方とか、意外とこういう冒険してみたら新しい自分に出会いましたみたいなね、方とかもいるかもしれないので、うん、色合わせはできるけど素材合わせができなかったりとか、素材合わせはできるけどその逆で色合わせが苦手な人とか、その人その人によってちょっと苦手分野が違うんですよ、はいはい、まあ、あの学校の教科みたいな感じで、理科は好きだけど社会苦手みたいな。ありますね、大体そうですもんね。だから全部できる人って、まあ、実際僕でも多分できてないと思うんですよ。できてはないと思うけど、見せ方っていうところにフォーカスすると、自分がどう見られたいか、
見せたいかっていうところに逆にフォーカスすると、ちょっと発想がまた変わるんですよ。すごい、さすが先生。もうね、すごいんですよ、本当に。講師とかもされてるんですもんね。そうですね、外部講師ですけど。はい、説得力がありますよ、さすが。話を聞くだけじゃなくて、よりね、それを体感させてもらえたら気づきになったりとかすると思うので、うん、本当に素晴らしいお仕事だなと思います。その分で、ね、やっぱ相当長く失敗してきてるんで、僕も。本当ですか？さっきあの冒頭にも言ったんだけど、人見知りであんまこう周りで出れないので、あの洋服屋さんに行ったら買わされると思ってて、店員さんに話しかけられると大丈夫ですってもうちょっと店を出ちゃうようなタイプだったので、聞く人もいなければ同じ服装の友達もいなくて、自分の中である程度好きなファッションみたいなのはあったんですけど、それが何のジャンルなのかもわからないっていうまた時代だったので、例えばそのアーティストが着てて、あ、そのシャツかっこいいなとかいうレベルで、それが何系なのかももう分かってないんですよ。はい、漠然とかっこいいな、好きだなっていう。そうですね。白シャツを着てるアーティストがいて、かっこいいなと思っても、同じように白シャツ着てもなんか違うんですよ。やっぱ素材も違えば、サイズも違えば、シルエットも変わってくるんで、スーパーで買ったようなシャツ着ててもやっぱアーティストのようにはなれないっていうの。そうですね。いや本当に物選びは大事ですもんね。日賀さんもあのスーツ売られてるから分かると思うんですけど、はいはい、大体こう紺とグレーってやっぱ出るじゃないですか、出ますね、入れ替えたらジャケパンできるんじゃないかと思ってたんですよ。合わないんですよね。なんで合わないの、でも雑誌この色なんだよねって、結局一回出てみて、恥ずかしい思いして、すぐ戻って着替えて、結局スーツで出ていくっていう。ほう、なるほど。そういうとこからのスタートなので、でもちゃんとそこをあの落とし込むってすごいですね。あれって疑問に思う、ちゃんと思えるというか。そうですね、やっぱ気になるんですよ、どう見られてるかって。ガラスに映った自分をちょっと見てみたりとか、ちょっと柱にあるミラーにね、こちらとこう見てみたりとかすると、雑誌のようになってない自分がいるんですよ、そこに。なんでだろうって。あ、だからもう本当に今お話ししてるのが嘘なんじゃないか、作り話じゃないかって思うレベルでインスタとか本当おしゃれなんですよ。だから努力のたのまものなんだなって今ちょっと感動しちゃった。それを経ての今ってことですもんね、ちょっとでも悩んでたりとかする方には駆け込み寺のような場所かもしれないですよね。ここに来たらどうにかなるみたいな、本当にいいと思ったものを仕入れてきているわけなので間違いはないはずなので。基準がですね、中古のアイテムに関しては、自分が喜んで着るか着ないかっていうのを一応ジャッジしてるんですけど、商品の状態ってやっぱ中古なんで一物一家じゃないですか、こっちとこっちあるけどどっちにしようかなって悩んだ時にやっぱダメージ見ると思うんですよ。そうですね、とか色褪せ具合とか、それができるだけこう新品に近い方が僕は着たいので、そうですね、そっちをセレクトして買ってきて。なるほど、大事ですよね、確かに。自分がね、いいと思ってないとね、なかなか人に紹介しづらかったりね、ましてや売るなんてなったらね。そうですね、だと思うので。一応リセールのことまでこう考えて仕入れてるので、着なくなったら売れるっていうアイテムとしては入れてるんですけど、ただ今ネットで売れてるから仕入れるっていうのはやってないんですよ。それだと間違いなく売れるからっていうね。そう、だから販売員の方になってしまう。スタイリストではなく販売員の方に走っちゃう形になるので、そこの線引きは綺麗に引いてる感じですね。売れることだけとかを考えて商売に走っちゃったら多分そうなりますもんね。そうなりますね。今年のコンセプトみたいなのが毎回変わるんですよね。あ、そうです、そうです。今年が店舗のテーマは古着屋さんっていう感じをテーマに店作りをしてて、コーヒー飲みながらこう古着が選べるっていうような空間をちょっと作りたいなっていう。初めて来たんですけど、なんかすごいあったかい感じで、多分緊張とかしてきちゃったらすごいほぐれると思います。逆にいろんなアイテムがあるっていうのもただ見てて楽しいっていうのもあるんですけど、緊張感を和らげてくれるなんか、ぐらいの温かさがあるので、居心地がすごくいいなって思いました。嬉しいです、ありがとうございます。スタイリングなんてもうしてもらうなんてみたいに思ってる方たちが意外と多そうだから、そういう方たちにも気軽に気さくに対応してくれる水谷さんがいるので、いろんな方に知ってもらいたいなと思って今日は来
てよかったです。 ありがとうございます。気になるアイテムがめちゃくちゃいっぱいあるので、そこをどこから触れていこうかなっていうちょっと一旦止めてあれぐらいやりましょうかね。じゃあ早速ちょっといろいろ動きながらですね、はい、見ていきたいと思うんですけど、はい、ここが T シャツ、かわいい古着ですよね。めっちゃかわいい。これも韓国ですか？この辺はまた別ルートですね。これももちろん販売してるんですよね。あ、そうですね。なんかこういうハットとか小物系もあったり、バッグとかね、レディースも小物とかいろいろ置いてくれてるんですね。ちょっとチラッと気になったんですけど、はい、これは完全に僕の趣味。そう、新谷さんすごいんですよ。めっちゃバルク好きなんですよね。ハイドさん命みたいな感じですよね。ね、一緒にカラオケ行ったんですけど、めっちゃうまくてモノマネレベルですよ。すごい、ほらほら、ここはもう趣味コーナーですね。デスク周りにハイドさんグッズも置いて、モチベーション高めつつお仕事されてる新谷さん。はい。でこの辺りがパンツ類、綺麗に整頓されてますね。アメカジ、ダニア、はい、フレンチって感じの種類がここにあるんですね。いろいろほんと小物とかもいっぱいあるからいいですよね。そしてちょっとちらっと今金額見えちゃったけど、はい、手頃、優しすぎません？そしてなんと私のちょっと恥ずかしいんですが、私のTシャツが懐かしいグッズなんと置いていただいております。コーディネートの中に組み込んでいただいてたりして、もうね、何枚もちょっと販売していただいてありがとうございます。皆さんを知ってらっしゃる方には買わないとダメでしょう、はい、強制になっちゃってる。ただもうね、皆さんから大特価でご提供いただいてるので、そのままで販売させてもらって。いや、違うんですよ、本当にすごい数あるので、増版なんていうんですかね、はい、そうした後に引退しちゃったんで、はい、ものすごく定量がですね、本当に行き場をなくした私のグッズたちがあるので、欲しい方はぜひコメントください。かわいい。ベルト類とかも。そうですね。このベルトは、はい、あのオリジナルで作ってるやつなので。オリジナルの商品もあるんですね。はい、へー。おしゃれですね。ちょっとなんかヴィンテージっぽい感じで。かわいい。くたっと。はいはいはい。いいですね。こういうのもデザインとかイメージを伝えて、この金型自体はそのまま使わせてもらってるんですけど、はいはいはい、エンドの部分っていうやつ、はいはい、デザインがなかったので、へえ、それも作ってもらって、おしゃれ、すごい、すごいいっぱいありますよ。爪磨きですかね。これ爪磨きですか。爪磨きです。ああ、すごい。意外とあの僕もあのパソコン仕事もあるので、はいはい、そういう時にやっぱ手元見られたりするんですよ。その時にやっぱ爪が綺麗だと。清潔感がね、やっぱり大事ですからね。そういうところまでアドバイスしていただけるスタイリストさん。アクセサリー類ですね、はい、こんなのも全部本当に一式揃っちゃうじゃないですか。指輪からネックレス、ショップでもなかなかこんなトータルコーディネートで揃えるところってないんじゃないですか。あんまり見ないかも。ねえ、すごいおしゃれですよ。でそして本当に安いって言ったら失礼ですけど、優しい値段が。こっちは。うーん。ああ、すごい。カフセリとかね。なんか珍しいのいっぱいありますね。可愛い。ここはですね、ちょっとうちの作ったディスプレイになるんですけど。へ、はいはい、これ以外は、はいはい、全部あのフォロワーさんが作ってくださって。すごいですね。作ったんで使ってくださいっていただいたので、使わないときはこうやってディスプレイして。へえ、かわいい。ちょっとなんか欲しくなってきた。どうしよう。お買い物したくなってきた。そしてここですね。ここの中にもいろいろ詰まってますよ。何着ぐらいありますかね。そうです。300。わあ、すごい。冬物もいっぱいあるし、コート類とか。状態がすごいいいから。ちらっとレディースもありますね。そうですね。ブラウス系とか変身できますよ、これだけあったら。何かしらハマるのがね、
見つかったり、自分じゃ手に取らないようなものとかもね、出会えたりすると思います。いろんなジャンルのものたちがいっぱいあるからですね。基本的にシャツとかは、はいはい、イタリアブランド以外だと、はいはい、アルフローレンとかブロックスブラザーズとか、あとはロンティーとかになるとセントジェームズとか、その辺がちょこちょこ置いてあるので、確かにするんで、ちょっと大きめサイズが今流行ってたりするじゃないですか。そうですね。どうしてもそのオーバーサイズの風に見えるっていうのを買うと、はい、当たり前にこう課題値合わせると袖が短かったりする。はいはいはい、はい、来年着れるかどうかわからないっていうアイテムを買うよりは、はい、純粋にでかいサイズ買うと、ああそういうことですね。販売もしやすいじゃないですか。はい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 、あとその自分が着てるサイズそのままを奥様にあげると、それはただオーバーサイズになっただけっていう、兼用としてそれこそ楽しめて、にも着れるし、そうですね、最近ねオーバーサイズ流行ってますからね。新谷さん、はい、私変身させてください。え、本当にですか？ちょっとなんかどんな感じになるかちょっと、はい、興味が湧いてきた。ここにあるアイテムで普段のお仕事の私の雰囲気とちょっとガラッとなんか変身させてください。フォーマルなイメージと、きれいめなイメージがちょっとあるんですけど、はい、その辺をちょっとガラッと変えた感じ。ああいいですね。無理を言って申し訳ないんですけど、プロの方に叩かれないように頑張ってじゃーん、コーディネートしてもらいました。すごい新鮮なんですけど、なんか爽やかなコーディネートになりましたね。カジュアルな、かわいい、こういうお母さんいますよね。休日のお母さん。そうそう、なんか新鮮です。私も普段あのカジュアルな格好とかもすごいするんですけど、子供と遊ぶ時とかですね、色味だったり、まあ、こういう小物合わせはやっぱ新鮮ですね。なかなか自分じゃこう合わせないような。嬉しい。したローファー、そうですね、スニーカーでも、しかも今私着させてもらってるのってこれメンズアイテムなんですよね。全部メンズですね。メンズなんですよ。だけどこうやって私が着てもサイズ感も全然ありですもんね。ありですね。だから先ほど言ってたようにパパとの兼用も叶うってことですよね。はい、しかもボタンがシェル。そうなんですよ。わかる？ほら、かわいい。買おうかな。みたいな気になっちゃうわけですよね。まんまと。嬉しい。こうやって今まで自分の頭の中にはないようなこう発見があったりとか、楽しみもあったり、こうすごい今選んでもらってる時とかワクワクして。あ、本当ですか？アトラクション待ちの気分でした。例えばパンツサイズちょうどいいと思ってるんだったら、パンツを買わずに上だけとかですね、そういうコーディネートとかもできるってことですよね。そうです、そうです。中にあるものから選んでもらったんですけど、こんな感じに仕上がりました。なのでレディースもカジュアル寄りにはなると思うんですけど、アイテムがね、ちょっとこういうカジュアルな感じでコーディネートしてみてもらったらどうなるんだろうっていうね、楽しい体験をしてみたい方はね、レディースの方も来るといいと思います。そうですね。もうメンズはもちろんですね、すごい何百っていうアイテムがあるので、もうちょっと違うパターンいってみますか。そうですね。あ、まだあるんですか？あ、やった。お願いします。はい、わかりました。じゃーん、2パターン目2人でしていただきました。白ベースでボーダーでぼやけすぎないようにベルトとバッグで茶色と、あとネイビーのジャケットを腰に巻きました。寒くなったら羽織ったりできるってことですよね。そうですね。着ていってみましょうか。ハーフジップのタイプ。本当だ。あ、こういう感じですね、はい。水調がね、効いてるところとか行くとね、寒かったりするんで、私寒がりなんで、なんなら意外と大事です。夏場ほど薄着になるほど防寒対策が必要になってくるので、これも新鮮ですね。面白い。パンツはそのままですか？そうですね、パンツはそのままなので、上の小物を変えただけでこんだけまた雰囲気が違うので。もちろんこれもメンズアイテム、はい、メンズのものでコーディネートしたことがまずなかったので。ちょっと気持ち大きめなんですけど、もともとその上に着てるトップスも、はいはい、本来クブ袖なんです。あ、そうなんですね。男性が着るとクブ袖だけど、女性が着るとこう長いってことか。それぐらいになっちゃう。ちょうどいいぐらいの長さになるんですよね。逆にそれこそさっき言ったようにお父さんと一緒に着回したら違うアイテムぐらいに見えちゃうかもしれないですね。はい、普段がカチッとしてるので自分で言うのも変なんですけど、
仕事上ねスーツ着ることがやっぱり多いから、はい、休日はねこんな風に過ごしたい時とかはいいですね。うん、勉強になります。ありがとうございます。ありがとうございます。今度はパンツ変えてやってみましょうか。そうですね、はい、はい、じゃあ続いてみます。はい。いや私新鮮すぎて昔こういうのばっか着てたなっていうのが今懐かしさと、あ、なんだろう、嬉しくて、こういうアイテム意外となんかなくて、はい、うんうんうん、公園遊びの時とか普通に羽織が欲しい時とか、うん、こういうナイロン系とか使い勝手いいじゃないですか。そうですね、色味もね、グリーン私好きなんですけど、グリーンと黒って合わせやすいし、めっちゃ悩んでる。なんか自分の買い物時間になっちゃった今このボーダーですら新鮮で、私意外と持ってなかったけど、似合ってません？めちゃくちゃ似合ってますボーダーはやっぱ可愛さより増しますからね。いやこれはもっと奥行きですね。これはまたシンプルに使いやすい、ちゃんとした感じもありながら、余計な装飾がついてないですね。そうですね、なんか合わせやすいし長く使えそうだし、大人な感じになりますよね。さっきのカジュアル感もいい意味でありました。どうしよう、あのアディダスも着てみます。アディダスもめちゃくちゃ可愛かったんですよ。私ちょっと着た時から実は気になってしまったアイテムめっちゃ可愛い。まさにこの感じは今なかなか見つけられない。そうですね、ちょっと袖短めですけどね。そう、でもこれサイズ感がまた可愛くてちょうどいいんですよ、うんうん、キュッとしたこのシルエット、この辺はそんなに大きくないのに、この辺はちょっとね、ボワンとしてて、うん、肘から下の下がりがまた可愛いですよね、この感じね。はあ、めっちゃ可愛い、どうしよう今ワクワクしてて。 あ、 ありがとうございます。じゃあこの3つの中から、ね、お買い物の中にね、いや全然あの買わなくて大丈夫ですよ。いや欲しいんですよ自然とね、ちょっと変わっちゃってますけど、デニムにも変えてみて、よりなんか普段のコーディネートそうですよ、ね、とのイメージが湧きやすくて、メンズのデニムですけど、意外とこういうサイズ感も嫌いじゃないので、私似合ってますね。カジュアルに行きたい時はですね、今着てるのも全部メンズ服、そう、もうオールメンズアイテムっていうのが信じられないぐらいなんですけど、こういう発見であるというね。じゃーん、また着替えさせてもらいました。これはイメージはアメカジ風ですね、うん、大名とか歩いてますよね、こういうそうですね若い子のファッションのイメージで、はい、オーバーサイズで着るの嫌いじゃないんですけど、意外とやってなかったなと思ってて、あ、なんかなんとなく若い子のイメージがあったからかな。そうですね、あとはやっぱその最近スーツ着慣れてるっていうのもあって、うんうんうん、よりですね、ありですよね、全然ありですね。これももちろん、はい、全部メンズですね。考え方変わりますよね家の中の彼氏さんとか旦那さんのプロデュースとかちょっと浅ぶりたくないSDGs 感覚で、本当ですね、眠ってるぐらいなら生かしてあげた方がいいし、そうですね、オーバーサイズ気味に着るのがちょっとブームだったりするからですね。そうですね、全然おかしくないかも、むしろ似合ってますけどね。嬉しい、やっぱちょっとね肩に下げてきてるのと、そうです、ね、うん、あとその袖の巻き方にちょっとポイントがあって、そうですね、ただ巻くだけじゃないですね。そうですね、こだわりがついたりとかするなんかいろいろあって楽しいですね、本当。こういう、うん、シャツすごい、なかなかこう選ばないと思う。そうですね、ジャンルで言うとそのアメカジだったりトラットだったり、うん、はいはい、スーツとかでね、やっぱトラッド系をおすすめすることもあると思うんですけど、はいはいはい、例えばこれもこういう紺色のジャケットに下のパンツをですね、チノパンとかジーパンとかで、はい、まあ、こんなトラッドっぽく着ることもできる、うんうんうん、本来やっぱ皆さん着られてるのは長袖が多いと思うんですけど、はいはい、日本湿度高いし、うんうん、暑さにはどうしても勝てないというのがあるので、はいはい、中半袖にしとけばね、ジャケットとかもより着る機会が、そうですね、あともうちょっとトラッド好きの人からしたら、うん、こういうパンをこう合わせてきても、へー、おしゃれ、下にあの茶色のローファー入って、うんうんうん、するとよりトラッド感が、それで歩いてたら結構目いきますよね、おしゃれ、この組み合わせて、うんうん、何でも合うんで、ほんとだ、白パンね、よく爽やか、うん、意外と何でも合う、はいはいはい、おしゃれですね。おすすめのジャケットあります？
うちのやつですね。ありがとうございます。キューバシャツとか。へえ、珍しい。アロハシャツとか。うんうんうん。こういうのもいろいろ置いてますし、こういうやつとかだと僕は逆にジャケパンで着たいなって。あまりカジュアルになりすぎないような感じで。そうですね。もうド定番に行くならなんかこういう合わせ。そうですね。もうバカンスですよね。これだけだとバカンスになる。うん。こういう光を通すような薄い、はい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 、ジャケットとかだったら、うん、このままジャケット着てこういう組み合わせもね。確かにおしゃれですね。うん、まあ、ちょっと程いい感じでちゃんとした感じもありながらですね、ちょっとミーティングするぐらいだったら、うんうんうん、全然ありがとう。さっきの色違いのここにありますけど、はいはいはい、これも入れるだけで爽やかなトラットが、本当に合わせるもの一つで、ジャケットの使い方とかもね、こういう技を取り入れればパターン化せず楽しめますよね。ファッションも僕もインスタで365日コーデっていうのをやってるんで、はいはいはい、今日この格好しましたけど、はい、この格好二度とできないんですよ。お、言っちゃったから。なるほど。じゃあ毎回変えて、同じ格好してる同じ自分ってやっぱ今日だけで終わりたくて。すごいストイック。結構あの苦しい時もありますけど、めちゃくちゃ自分でハードル上げちゃいましたもんね。そうなんですよ。やらないといけなくなっちゃったのもあるんですけど、すごい。ただ3月ぐらいからちょっとバタバタしちゃって始めてないんですけど、はい、それまでの5年間、6年間はずっと365日コーデで、いや通りで全部おしゃれですからね。最初のうちは見てました、過去を振り返って合わせてないよ。あーすごい。見てましたけど、はい、なんとなくですけど覚えてるんですよね。へー、習慣化されていて、はいはいはい、覚えてきてて、はい、これ前回やったから、うん、これにちょっと差し色でこれ持っていったら違うコーデになるみたいとか、うん、なるほど、パンツだけ変えてみたいとか、はいはいはい、そういう形でちょっとずつ気分によって合わせるっていうのを僕は一応テーマにしてるので、はいはいはい、商談に行くから赤いネクタイとかよりは、はい、どちらかというと鏡を見て身だしなみ整える時に、はい、ちょっと落ち着いていけっていう形でグリーンのネクタイしたりとか、はー、冷静にこう賢く見せたいとかっていう時はこのネクタイ、はー、そして自分を見て、はい、整えて勝負っていう形のスタイルをしてるんですよ。なるほど。でないと赤いネクタイ今日つけてきてたら、うん、なんか勝負しに来たなって思います、ね、確かに読まれちゃう。自分の気持ちに正直に気持ちを服で表現する形の方が僕は好きですね。趣味はしないですけど、めちゃくちゃ参考になります。 ありがとうございます、うんうんうん、はい、ということで今日丸一日ありがとうございました。もう今タンパタンパ垂らしていただいて、スーツを作ってもらったものをジャケットを今回使ってスーツとしてだけではなくてっていうコーディネートをしてもらったんですけど、スーツだけで使うのはなかなかいないですね。せっかくね、やっぱオーダーで作ったスーツで、うん、しかもセットアップもここからある状態で、はいはい、セットアップをカジュアルにも着たいけど、うん、バラしても着たい、うん、覚えるのがどちらかというとシルエットの素材次第で覚えてきて、はいはいはい、できると思って、うん、そうですね。だから最初あの男性用にって言ってコーディネートしてもらったものの中をガラスのネットと合わせてみて、少しハードルが高く感じるかもしれないんですけど、うまく着こなせれればおしゃれ度もやっぱり高くなると思うし、レディースの感じはねちょっとかっこいい感じもありながら女性らしさ取り入れられるので、せっかくだったら確かにね、そういううまく着こなしをできたらですね、ファッションの幅を広がると思って、ぜひ参考にしていただけたらと思います。はい。今日 YouTube 撮りに来ました。それはもう間違いなくすごいいいお話もいっぱいたくさんしていただいたんですけど、楽しくなっちゃって、これもそうなんですけど、買っちゃいます。もうすべてこれもですし、じゃじゃーん。皆さんお買い上げコーナー何しに行ったんだってちょっと森田に怒られそうでも本当に久しぶりにあの私服を着る時間が減っちゃって、まじまじとよし今日は服を買いに行こうみたいなテンションに最近慣れてなかった自分がいたので、こんなにいろんなジャンルの、そしてなかなか出会いようないようなちょっと運命を感じるものたちがいっぱいいすぎちゃったので、ちょっとねこれも運命なので大事に大事に使わせていただきたいと思いますので、本当に素敵なコーディネート組んでいただいてありがとうございました。気になる方はですね、新谷さんの元に、はい、お願いします。
私服なんかわからないこととかあったらですね、ぜひインスタの方も本当におしゃれなコーディネートいっぱい載ってますので、ヒガティも、ヒガティもあります。予約制ですよね。なので予約していただいて、面白いね、本当に。今日だって11時に来て、もう今、欲しい。行き過ぎた。私も行きましたけど。本当に貴重な、本当にあっという間な楽しい時間を過ごしてもらったので、皆さんもぜひ遊びに来てください。ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。今回も見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、そしていいねボタンの方もぜひよろしくお願いします。